ソユーズ TM-31 は国際宇宙ステーションへの往来を行った初めてのソユーズのミッションであり ISS プログラムの名称ではにあるミッションとも呼ばれる。コールサインはウラン、ソユーズ、ユーロケットによって打ち上げられた。発射台に向かうソユーズ TM-31、ソユーズ TM-31 は ISS の第一次長期滞在を行う二人の ロシア人と一人のアメリカ人宇宙飛行士を ISS に運んだ。三人の乗組員は3ヶ月以上を ISS で過ごし、2001年3月にスペースシャトルディスカバリーで地球に帰還した。宇宙滞在の最初の数日間は乗組員は様々な環境制御、システムシステムを起動し、ISS の 各システムを操作するのに役立つラップトップコンピュータネットワークを構築することに費やした。残りの数ヶ月は ISS での長期滞在技術の確認と習得に費やされた。彼らの滞在中には STS-97-4A フライトで P6 トラスが、そして STS-102-5A フライトでデスティニーが取り付けられた。3名の乗組員は ISS に長期滞在した初めてのグループであり、彼らが到着したことにより、ISS の高級滞在が開始された。ありがとうございます。